イギリスやアメリカでも何でも鑑定団のような番組が存在する。一般人が家にある貴重品を持ち寄り、骨董の専門家が鑑定し、価値があれば購入してくれる。大抵は数万円ほどだが、テキサス在住のジェームズさんが持ってきた品物は全く別次元のものであった。本人は古びた醜い彫刻だと思っていたが、なんとあの世界的に有名なフランスの彫刻家オーギュスト・ロダンの作品であることが判明。ジェームズさんは大場からこの作品を譲り受けたが、正直気に入ってはいなかった。だが最大50万ドルの価値があると言われ、途端に作品が魅力的に見え始めた。これはロダンが1900年頃に制作した永遠の春と呼ばれる作品である。フランスの美術館にブロンズ像を売却したジェームズさんは、ほぼ一生働かずに済む臨時収入を得た。ウェールズ人のリンダさんは大変視力が悪く、昨年かなり貴重な金のハンドバッグを捨てようとしていたが、ゴミの分別を手伝っていた見眼師のおかげでバッグは処分されずに済んだ。リンダさんの話ではハンドバッグは元は妹のもので、看護師をしていた彼女が世話をした年配の紳士から贈られたものだという。後日紳士の奥さんは1920年代に有名な社交界の名士ドーラ・ジョーンズだったことが判明。クルーズ船で富裕層や有名人との交流を楽しんでいた彼女のバッグには、航海中に撮った数十枚の写真が入っていた。クイーン・エリザベスやクイーン・メリーのような豪華客船で撮影されたものもある。デザイナーはエマニュエル・ジョセフという人物で、アールデコのこのバッグは105年前に金を使い作られているという。90年ほど静かな場所に保管されていたので状態も良い。バッグと写真のセットでオークションに出品され、最終的に5000ドルで落札された。ビールの缶や瓶は飲んだ後はすぐに捨てられるが、何年後かにはコレクターにとって大変貴重なものになるようだ。カンザスシティ在住のモルダー一家は自宅で改修工事を行っていた時、玄関の屋根を支える柱の一つが空洞になっており、調べてみるとかなり意外なものが出てきた。1940年代のウイスキーの瓶やビール缶が大量に詰まっていたのだ。どれも割れやへこみもなく、中にはコレクター市場で数千ドルになりそうなお宝もあった。家は1920年代に建てられたものだが、家族は誰がいつここに入れたのかはわからないという。柱の上に小さな開口部があることから、前の住人が家族に飲酒を咎められ、こっそり飲んでここに隠しているかもしれない。古い家に住んで一度も改修したことのない人はリフォームを考えてみてはいかがである。見た目が良くなるだけでなく、床下や屋根裏に秘宝が隠されているかもしれない。オハイオ州で家の改装を行っているこの夫婦は、地下室の天井を剥がすと緑色のスーツケースが二人に見つけられるのを待っていた。中には丁寧に薄紙で包まれた2万3000ドルの紙幣が入っていた。他には1951年3月25日付のフル新聞があり、紙幣は1928年から1934年に発行されたものであった。おそらく天井に隠される前に貯めていたへそくりであったかもしれない。とりあえず警察にこの件を報告して、この現金をもらえるのかどうか
弁護士と相談するという。レジャーハンター、宝物を見つけるためあの手この手で探し回るが、ごく稀に空から落ちて足元で見つかるお宝もある。2018年ハワイにキラウエア火山が噴火したと、火口から飛び出したのは灰や溶岩だけではなかった。キラウエアの頂上が吹き飛んだ時、変動豆ほどの空間石を大量に降らせた。それらはペリドットと呼ばれる宝石の一種であった。マグマが噴出された時、マグネシウムとケイ酸塩などが反応し空間石が作られたようだ。あいにくこの宝石でお金持ちになれた人はいなかった。たとえ宝石でもどこにでも手に入るものは誰も買わない。あまり骨董に詳しくない人でも中国の花瓶はどこかで見た記憶があるかもしれない。ある香港人の持ち主は自分が所有する花瓶を150ドルの価値もないと思い傘立てにしていた。ある日友人から専門家に見せた方がいいと言われ、龍の花瓶の本当の価値と起源が明らかに。中国の陶磁器の中でも実に稀な14世紀の明朝初期の作品で、なんと約20億円の価値があった。傘の入れ方が悪ければいつ破損してもおかしくはなかったが、幸いその前に救出された。今では恐ろしいほど丁重に扱われている。親や祖父母の家の壁に古びた宗教画が飾ってあるなら、もう一度確認した方がいいかもしれない。2019年10月、フランスの青年が祖母の家に遊びに行くと、台所のコンロの上に基板台が飾ってあり、気になった彼は絵を鑑定してもらうことに。すると、驚きの事実。なんとこの絵は13世紀のフィレンツェの巨匠、ジマーブエの初期ルネッサンスの作品であった。祖母は小さな絵が好きで、この絵はギリシャの宗教画だと思っていたが、絵は1280年に完成。その後、失われていた嘲笑されるキリストと呼ばれる肖像画であった。イタリアの画家ジオットの師匠であるジマーブエの作品は、この絵を含め11点しか現存していない。埃をかぶり熱にさらされていたので幾分劣化が見られたが、金色の背景と元の額縁の跡からすぐに本物と判明。家族は予想外のお宝を即座にオークションに出品、約29億円で落札された。スペインの帆船アトーチャ号は17世紀に交易船として活躍していたが、それほど丈夫な船ではなかった。1620年初航海中、キューバを出航するまで2度修理し、無事母国スペインに到着、またコロンビアへと出発。コロンビアには着いたものの、再び帰還することはなかった。帰りフロリダ近海でハリケーンに遭遇して難破、宝物を積んだまま沈没した。1985年、冒険家のメル・フィッシャーが沈没船を見つけ、船には財宝がすべて残されていた。いくつかはオークションに出品され、サザビーズが約25万ドルの値をつけたエメラルドもある。それらはほんの一部でしかなく、他にもまだダイヤモンドや金と銀の宝飾、金塊が大量に見つかっている。場所はポーランド北西部。2019年冬、森の管理人が落ち葉の下にありえないものを発見。それは5世紀頃の宝飾品であった。この金の留め金は1500年前を
大変貴重なものであったろう。驚くのは、長年剥き出してあったのが信じられないほど状態が良い。この衝撃的な発見は話題になり、この森に考古学者たちが集まり、さらに銀の留め金が3つ見つかった。以来、町の博物館が保管しており、館主はかつて蛮族のリーダーが身につけていたかもしれないと語る。入念に調査した後、最終的には一般公開する予定だ。20代半ばのカップルが古着屋で中古のボードゲームを購入。箱を開けてみると、二人は仰天。なんと、結婚、婚約指輪を含むダイヤモンド指輪6個が入っていた。専門家に鑑定してもらうと、指輪の価値は約190万円相当である。この話はネットで話題になり、所有者の未亡人が画像を目撃、一目で自分の指輪だと気づき、これらを亡き夫からの贈り物である。幸いカップルは指輪を売却していなかったので、無事元の持ち主に返された。夫人は指輪が戻っても夫は帰ってこないが、二人の貴重な思い出の詰まった大切な家宝ですと喜び、目を潤ませた。